おお、何や、何や。びっくりするわ、急に。ああ、ああ、ああ。この画面でのよりぶっさ。一定のなんとかを追いがさ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。失礼を。風が冷とうございまして。ユリ、病か。まさか、とんでもない。明石島に参ろう。クスシがおる。他に参るべき地がございます。ん、どこだ。近くにございます。クスシのもとへはその後に参りましょう。わかった。だが病ならば進路を明石島に変えるぞ。承知いたしました。相変わらずお厳しいこと。ありし日の眼差し。参りたいとはどこのことだ。それは言えないのか。秘密にございます。なんや、びっくりさせたいんか。どこなんだ。ほら、ついてこられます。ユリ、セクナ。おうおうおう。大丈夫かいな、そんな体調よ。急がんでもええでや。覚えがありますか。確か湯の近くであったな。なんや、温泉一緒に入んの。ほら、あそこ。近くに参りましょうか。え、ほんまに一緒に入んの。さすがにないよな。なんと美しいこと。ああ、なぜここに。あ、お怒りですか。お連れすべきではなかったのですね。下せぬだけだ。ああ、見てはおられぬのです。ご家族のことで悲しみに暮れるあなた様のお姿を。ユリ、どうした。いえ、いえ、何でも。ええ、大事ございません。いつ飯を食った。確か昨日かと。ここにいろ、何か取ってくる。子供扱いは嫌です。頼むユリ、しばし休め。うん、承知しました。ほんとお優しいこと。すぐに戻る。ご老体に鞭打ったらあかんでや。獣がおればよい。獣ね。イノシシ。おいおいおい、ニシキ倒したの来んの。ちゃうわ。ユリが待ってるな。食わせてやろう。びっくりした。進行方向におっただけか。うん。ユリ、馬がおらぬ。え、いずこへ。どこ行った。なんで勝手に動いた。うん、
どっちや、こっちか。この後約束、この先だな。どこや。あ、あれ、ユリおらん。ユリのまだ近くにおる。どこ。大丈夫かいな。ユリ、怪我。いいえ、道にその迷ってしまいました。どうしたのだ。亡き母が手を振っていたのが見えて追いかけたのですが。村に戻ろう。いや、母の墓に参らねばならないのです。それはならぬ。どうか、これまで仰せつけを守ってまいりました。私と共に母の墓にお参りください。いいだろう。いや、どこにあるの。無理はするでないぞ。恩に来ます。ユリ、ほんまに大丈夫か。母に連れられてよくここに参りました。植物の知識もここで。それで母親の姿。心配になってくんねんけど、大丈夫。ほどなく着きます。この先か。墓どころ。我が一族のものです。すごい景色やな。様、あれは病の若様を抱えてあなた様が私のもとにいらっしゃった夜のこと。奥方様が亡くなったあとでした。ただし様、いかがなされました。聞いておる。母直伝の煎じ薬を若様に飲ませ、一晩中そばにおりましたでしょ。私の手を握りながら、覚えておいでですか。ああ、覚えておる。あの時若様が苦しむ中、悲しみを覚える一方で嬉しい気持ちでございました。浅ましい女でございましょう。いや、若様の病が癒えた後、あなた様から馬を習い、あの温泉に行きましたね。
赤々と燃ゆる夕日が目の前に広がり、私はとても。申してみろ。私はとても幸せでございました。ああ、正様、何が見えますか？そういう病気か。槍川への道がよく見えるぞ。あの戦のせいで全ての家が不幸になりました。だが滅んだわけではない。金田の木、いつも城におられますね。確かにな。多くのお勤めでお忙しくて、共に過ごした楽しい時もなお物足りなく思うのです。あれは櫛の寺、塔が見える。よく詣に参っております。殿と若様と家族のために。良き乳母を持って陣は下方者だ。そなたには何が見える？え？え？マジか。休みがいい。力は我らの周りにある。栄えた者もやがて滅び、あたかも風の前の塵のよう。ええ、ユリ、マジか。うん、つらっ。どちらにかれず片付けを乗せます。あれ、こっちに話しかけた。酒井様、お見苦しいところを。また喧嘩した。巡視、今のは何だ？人探しを頼まれたのですが、私ではお役に立てず。探すとは梶原のようなものを。見つけたのですか？ああ、自ら妻子を殺めろって。私はなんと愚かな。力を落とすことはないぞ。何も隠してないの。こたびは誰を探しておいでか見当もつきません。案ずるでない、俺が話そう。ありがとうございます。うん、加えて村のこともお礼申し上げねば。これで立て直せます。民のために尽くしてくれ。では。花茨、灰原、花茨、どっちや。まさか武装した者と一緒。そう、助かった。へい。尋ね人は見つかりますか？平常に名があった結び殿。手を貸しましょう。私に始末をつけさせる。武装した者もおると聞きました。浪人だろう。だからこそです。確かに一人では手に余る。力を借りよう。なれど、詮索はしてくれるの。承知しました。浪人は村外れにある橋に向かったらしい。ついてこい。頭変えようかな。顔が見えん。これかな。うん。
どっち行くん？そっち？いや。盗人とは何者ですか？あろうことか、襲われた我が館を漁り、貴重品や家宝をまんまと盗み寄った女だ。女？そやつの名はマイ、我が家のかつての次女だ。3年前、盗みの現場を抑えられ、夫を怒らせてな、穏便に済ませたかったが、糸間を取らせた。処遇を悔やんでおいでか？あやつとは親しかった。裏切られ傷ついたのは私だ。なんか恨まれすぎじゃない？そういうもんな。言うてや。え、ちゃうわ。ん？何でも売ってやるから、今少し待っておくれ。もう遅い。主が直々に売るそうだ。さあ、内緒。金をやる。だから任せた。金などないくせに。節がある。金と真珠の飾りだよ。私が送ったものだ。なかなかいい値で売れそうだ。よせ、主に殺される。ザレ事はいい。主、宝のありかに行くぞ。マイと話すのであれば、浪人は処するべきです。数を減らすほどに家宝を取り戻しやすくなるかと。見つかるでないぞ。マイは傷ついてしまう。マイを傷つけるつもりはないってこと？自分でやりたいってこと？待て、見つかりたいのか。隠れろ。え、やったらええんちゃう？はい。ちょっと待って、今切りかかってたやろ。お前やる気やな。まさか。なるほどな。家宝を見つけてからやんねや。オッケー。気を抜いておる。私が。なるほどね。こうやってじゅんぐりじゅんぐり倒していくんや。あ、毒、毒や毒。何がおもろいその小話。
ちょっと待て、ボタン操作間違えたしや。降参しろ、生かしてやる。するかいや、降参なんかお前。ジン、マイと話をした。お待ちしましょう。殺さん、あの人殺しどもに頼まれて我が家宝を盗んだのか。なぜ私を裏切った。いいえ、背を向けたのはあなたの方。そなたを助けたのだ。前美人やな。夫は死罪を望んでおった。分からぬか。分かってはおりました。良いか、私は足立家の女なの。盗人と共に行けぬ。今でもあなたは。ならば誰の差し金か言ってくれ。家族の仇なのだ。殺されます。そなたに手出しはさせぬ。隠し場所へお連れします。これ前大丈夫。お主の主は侍であるな。その名は愚か、顔も知りません。あちらから文が届くのみなので、我らのことは知っております。なぜだ。わかりません。文にはあなたを深く慕う気持ちも、その痛みもわきまえていると。一体舞と私は深く思い合っておる。主は宝が壊れていないかどうかひどく案じておりました。売るつもりでしょう。あれは一族にとってもゆかりの品。売ったところで金にはならない、ならば元より売るつもりはなく、手元に置いておくためか。文での物言いもそうです。自分のものであるような。足立家より他の家に渡ったことを、生き残った者もおらん。右手かわいいな。あの茂みに隠してあります。ジン、取ってきてくれ。別れの挨拶をした。それ大丈夫な挨拶やるな。あの父を呪いつけ、家宝を守るためです。あなたが生きてくれし、返そうと思ったのです。どうしたらよいか、分からず、しまって笑わせないで。上、レオ、マイは？すでに去ったぞ。ジン、伝えておきたい。実は皆まで話す義理はありません。私にとって夫がすべて。なれ、マイのことに等しく。ああ、分かっております。マイとできとったんか。この心に偽りはない。奴らの主に慕われておるのです。夫以外で夫婦になろうと思った者はおらぬ。ただの一人もない。やはり出任せ、話を合わせマイを引き入れたのか。一体誰がかようなことを。探しましょう。じきに見つかります。叱る時が来れば報いを受けさせる。うーん、男同士でできとったやつ持ったし、まあ、不思議ではないわな。